こんにちは。今回の動画ではエンターテインメント界で巨額の資産を築いた豪華な芸能人10人選をご紹介します。彼らは卓越した才能や長年の努力によって莫大な富を手に入れました。その生活や資産に迫る機会を共に楽しみましょう。有田哲平、資産15億円以上。有田哲平は芸人の中でもボケのスキルが高く、人気芸能人の地位を確立しています。数々のバラエティ番組に出演し、お茶の間に欠かせない存在です。芸能界ランキングでは9位にランクインしており、その実力は際立っています。有田の自宅は東京都の高級住宅地にあり、その価格は約3億円と言われています。年収は推定5億円以上で、総資産は15億円以上と言われており、その信頼性は高いとされています。今後も彼の活躍に期待が寄せられています。上田晋也、資産15億円以上。上田晋也はニュース番組の司会やバラエティ番組の MC として活躍し、有田と同様に日々大活躍の芸能人の一人です。彼もまた東京都の高級住宅地に自宅を持ち、その価格は5億円以上とされています。上田の年収も高額で、総資産は15億円以上とされ、その実力は疑いようがありません。今後も彼の活躍に期待が寄せられています。南原清隆、資産10億円以上。最近では漫才やコントよりもヒルナンデスなど平日昼の番組に出演し、幅広く活躍しています。テレビ出演が減少した印象もあるかもしれませんが、芸歴の長さや活動幅を考えれば総資産10億円ほどあると予想されます。年収も相方の内村照義よりも年収が高く、その実力は十分に認められています。テレビ出演数が減少していても、彼は依然として多くの資産を保持しているようです。松田聖子、資産10億円以上。昭和のアイドルといえば聖子ちゃんこと松田聖子です。多くの同年代の女性が聖子ちゃんカットを真似し、その人気は絶大でした。年齢を重ねた今でもディナーショー1回で2000万円、CM 出演で3000万円のギャラを稼いでいるようです。現在は司会の夫と共に都内の高級マンションに住んでおり、資産は10億円以上あると聞いても納得です。永遠のアイドルの人気はまだまだ続きます。伊藤麻子、資産5億円以上。伊藤麻子の資産は5億円以上と推定されます。テレビで見ない日はほとんどなく、男女問わずの人気を持ち、テレビのギャラも1本50万円以上と予想され、年間300本出演した場合年収は1億5000万円に達します。彼女のお父さんは銀行の重役で、お母さんの実家も裕福で、兄は東大卒という実家も資産家といえる環境で育ちました。芸歴30年以上のベテランであり、バラエティ番組で引っ張りだこ状態なので、資産情報もあながち間違いではないでしょう。峰竜太、資産15億円以上。峰竜太は芸歴も長く、芸能人の中でもトップクラスの資産を持つタレントとして有名です。アッコにお任せの司会者としておなじみで、特番で取り上げられたこともあります。自宅は東京神楽坂に位置し、推定5億円の大豪邸に住んでおり、2階にはプールもあると言われています。彼の出演料は1回あたり50万円ほどと言われており、イタリアもののファッション愛好者としても知られています。総資産15億円以上もその実力を反映している数字と言えるでしょう。石橋貴明、資産20億円以上。石橋貴明はお笑い界のドンとも言える存在で、芸歴の長さから見ても総資産20億円以上は不思議ではありません。かつてのトンネルズの皆さんのおかげでしたわ。全盛期には1本300万円ものギャラが支払われたと言われ、その年収は3億円以上にも達しました。現在は YouTube などでも活躍し、昔の番組のような構成が受けているようで、 YouTube の収入も考えられます。自宅は数億円の豪邸を持っており、資産20億円以上と言えるでしょう。藤原紀香、資産15億円以上。藤原紀香は芸人陣内智則との結婚、そして離婚で知名度を高めました。現在は歌舞伎俳優の片岡愛之助と結婚し、幸せな日々を過ごしています。義援の妻としても活躍し、テレビなどのメディア出演は以前より控えめで、歌舞伎界での活動に力を入れています。美意識が高く、才能だけでなくスタイルキープの努力も怠りません。資産は10億円以上あると言われても納得です。広瀬アリス、資産4億円以上。広瀬アリスは広瀬すずの姉として知られており、姉妹ともに絶大な人気を持っています。彼女の演技力は高く評価されており、
CM ギャラも1本2000万円程度と言われています。2020年には多くのドラマや CM に出演し、その実力を発揮しています。漫画好きとしても知られ、漫画関連の番組にも出演し、収入の柱を広げています。ドラマへの出演も増えており、ギャラが上がっていく可能性も大いにあります。資産は概算で4億円以上と言えるでしょう。明石家さんま、資産100億円以上。明石家さんまはお笑い怪獣として知られ、数々のレギュラー番組を持つ一方で、テレビ出演1回で300万円、CM では1億円のギャラが発生すると言われています。年収は15億円にもなり、その収入は驚異的です。また、彼は自民大西に1300万円を貸しているなど、面倒見が良い一面もあります。その実力から総資産100億円以上は不思議ではありません。梅沢富美男、資産10億円以上。梅沢富美男はマルチなタレントとして知られ、役者、歌手、タレントなど幅広いジャンルで活躍しています。彼の役者としての出演料は舞台1本あたり700万円と言われ、その収入は大きいです。彼は2019年に番組で、資産は数十億円あると発言しており、バラエティ番組プレバと、でも素晴らしい俳句を披露しています。彼の俳句の力はプロ級で、大活躍しています。舞台などの収入も相当に高いでしょう。江頭2時50分、資産5億円以上。江頭2時50分は破天荒な芸風が特徴の人気お笑い芸人で、YouTube でも人気を博しています。営業で大活躍し、営業収入だけでも年収3000万円以上と言われています。YouTube の収益も合わせると、年収は5000万円にも上るとされています。彼の実家も裕福であり、資産は5億円以上あっても不思議ではありません。以上、巨額な資産を持つ芸能人10人でした。資産額はあくまでネット上で噂の予想額ですが、この12人の芸能人たちは、その成功によってファンを魅了し、エンターテインメント業界において常に注目を集めています。巨額な資産の背後には、努力、情熱、そして才能がたくさん詰まっていることでしょう。今後も彼らの活躍に期待しましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録を忘れずに。